第、今日は、団訓を、朝鮮民族の始祖として崇拝する朝鮮の民族宗教である。李氏朝鮮の末期に現れた、団訓を崇拝する新宗教の中でも最大級の、ものであり、朝鮮の国民の統一と独自のアイデンティティの、確立を求める、民族主義的な動きに、こうして出現した、宗教であった。外来の神を拒否し、 朝鮮独自の神としての団訓を強調していた。1909年1月15日に、ラキチ、ゴキコウ、金ーギ、キン・らが団訓教を公表したのが始まりである。1910年7月30日に、大、教に名称を変更しようとした際、団訓教の名称を固守する、テイ・カオル・カタと内紛を起こし、 新日派の弾訓教と抗日派の大、教へと分派していった。1915年10月に、朝鮮総督府の総督府令83号宗教統制案により、大、教は、宗教団体に偽装した独立運動団体と、規定され弾圧が激しくなると、すぐに、総元寺を、万国二かず龍剣青波湖に移して、序はじめ、牧山翼などとともに、 民族教育を行い独立活動家を養成し、神眉実記、神断民主などの本を編纂したが、これは大韓民国臨時政府の国史教科書に指定された。建国後は、断記念号や回転説を制定、公益大学校を創立するなどある程度の影響力を発揮したが、1960年代以降、急激に衰退した。その原因としては、 人語教変など、徹底的な弾圧、朝鮮戦争による混乱と北朝鮮による、指導者らち、軍事政権による、排斥、西洋思想の普及、脱民族主義の拡散、教団の分裂などが挙げられている。現在大韓民国に、約50から60万人の信徒がおり、総元寺が直接関与する施設は、道元司四箇所、世道百箇所余り。 ありがとうございます。